ください。じゃあ俺何しようかな。あーあかんあかん、みんなちょ始まってるわ。ああ、よしよし、え、始まってるよ。元気なさすぎやろ。一旦 CM で。違う、3日4日ぐらいかな。ね、はいはい。まあ何の日かと言いますと、ゴミの日。違う、それおのおの違う。ね、まあ7月入って最初の放送となります。はい、ということでね、まあ恒例のクラブリオ先月6月をナンバー発表。やばいやばい、氷溢れてる。俺、何これ、どこ、これ北極から取ってきたの、この氷。白いわねえ。イエーイイエーイ。まあね、6月のいろんな戦いがあった中でね、おはいはい、まあ制したやつは誰なのかという、はいはい、おいい、今ね、そしてね、スバッチからもね、そこでピース出たんですけどね、まあまだ報告事項がありますということでね。まあけども、とりあえずまずは、はい、先月のナンバー発表いきましょう。はい、よっしゃ。はい、ということでね、じゃあ早速、先月6月のクラブリオナンバー5に輝きましたのはこの方です。どうぞ。イエイ。あら、あ、待って、ランって言ってる。これ、これどっちかもしれん。これランかもしれん。これどっちや、ランに負けたの。スバッチでーす。ねえ、ほんと、スバッチは感動さ。とりあえず今それ行こうか。今それ行こうかね、やつバッチナンバー5。はい、どうでした。いや、僕今月と来月はあれなんですけど、9月バースデーやるんで、みんな締めに来てください。よいしょ。イエーイ。はい、ね、かわいい写真ね。それはランくんなんですけどね、まあ、全然漏れてない、まあ、自分が漏れてる方を選んでしまったというね。じゃあ、ラン、ラン、ナンバーワンおめでとうって言えば。あ、ほんとに。うん、あ、じゃあいいや。じゃあ、ランもおめでとうということでね。あ、ちょっとそれもらっていいかな。外して。はいはい、それではね、ごめんなさいね、コメント全然拾ってないですね。全然拾ってなかった。お月ちゃん拾ってください。お月ちゃん、あれ、お月ちゃん、何に書いてある。あ、お月ちゃん、頑張れな、こっちゃんのね。はい、それではお月ちゃんのね、拾ったところで。拾ってない拾ってないよ。あ、こっちか。スバッ、スバッ、イエーイ、チェキかっこいい。乾杯ね。ゆうこちゃん、イエーイ。スバッチかわいいよ。安定ね、安定ね。スバッチはカズくん、あ、いいね、カズくんとか俺自分で言うのがすげえすげえ幸せ。おかしいおかしい。あれカズくん、待って、イエーイって。あ、白が被ってわからんか。これ見て、いじめやろ、しかも乾杯してや。はい、というね。はい、いじめ、次行こう、次やね、見れましたということで。はいはい、それでは続きまして、ナンバー4の発表です。おぉ、よっ。はい、それでは先月ナンバー4に輝きましたのはこの方です。どうぞ。よっ。イエーイ。いや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 、はい、今回ね、はい、来ていただいてる、はい、ゲスト。めっちゃ熱いわ。ね、ごめんね、ゲスト紹介忘れてたわ。あ、そうそうそう、それ言ってない。そう。ね、まあ、今このタイミングでもいいからな。ね。はい、まずは、優勢リーダーと、はい、そして千秋くんです。やーい。はいはいはい。
ということでね、はい、ゲスト来ていただいてます。そしてナンバー4に掲げました千秋くんね、どうでした、はい、感想は。感想はい、特に何も変わってないですよ、今のところ。いや、めちゃくちゃいいやん。なんでそんなかっこいいんですか、めちゃくちゃいいやん。逆になんでそんなかっこいいの俳優さんですか。誰か特に言うことはないと、うん、誰何のことでもないんだね。パラグライダーってどういうこと。パラグライダー、私の中の私がと思う。千秋くん、なんでそんなにかっこいいんですか。いやいや、カジノがかっこいい。いやー、素晴らしい戦い。早く、お前飲めよ、早く飲めよ、お前早く飲めよ。鼻つむと。ゲイゲイ、よしこ。めっちゃ助かります。全然飲まれへん。これ溶けへんよ、多分、放送中にね。ね、滑って。あ、本当に滑って。でもどうすか、初めてですか、この初めてですね、ナンバー4を、ね、やっていただきました。千秋くんの、個人記録達成ということでね。いや、本当にね、つばっちを差し置いて、はい、ナンバー4、ね、ナンバー4っすね。いや、もうちょっと堂々として、はい、けど本当おめでとうございますということでね、まあ、これからちょっといろいろ話してもらうんでね。はい、とりあえずナンバー4おめでとうございました。やっ、はい、よっ、カズより千秋くんねえ、ねえ、そこ読んじゃうじゃん。それ続きまして、ナンバー3の発表です。はい、先月誰だ誰だ、いるでしょ、いるよ、いるでしょ、はい、あるあるよ、あるよ、あるよ、あるかも、ナンバー3に掲げてました、このことです、どうぞ。よっ、はい、出ました、イケメンした、イケメン、ねえ、超イケメン。はい、次行きましょう、次行きましょう、次行きましょう。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、見えてない、ねえ、あ、次行きましょう。アイムさんね、あ、まあね、まあ、アイムさんに関してはすごい悔しいんでしょうね、ずっとナンバーワンね、取ってましたからね。あ、来週出るって言ってた。あ、本当に、あ、じゃあ来週アイムさんね、出てくれるみたいなんで、よ、はい、じゃあその時に話してもらいましょうか。よ、はい、あの、アイムさん生すりおめでとうございます。はい、はい、それでは、はい、ナンバー2の発表に行きましょう。よ、はい、あ、先月ナンバー2に抱えたのはこの方です、どうぞ。よっ、よっ、よいしょ。はいはいはい、はいね、はい、みんな多分大好きなんでしょうね。よっ、よ、しんくんでーす。はい、あの、来週来るっす。めっちゃいいよね。来週来るっす、来週来るっす、来週出るって言ってた。あ、じゃあもう来週聞こうか、うん、ね、そう、まあバースやったんだね。そう、おめでとうございます。いや、おめでとうございますということでね。しかもナンバー2とね、まあちょっと悔しいかもしれないですけどね、まあ僕からしては相当羨ましいということでね。え、しんくん、おめでとうございます。よっ、よっ、来週来る、来週来る、うん、来週来る。じゃあ来週話してもらおうか、うん、そう、はい、じゃあ皆さんお待ちかねの、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンラップでーす。よっ、はい、まあ俺からしたらね、はいはい、まあ言うことはないから。あ、来ましたね、ナンバーワンの言うことは違うね。ナンバーワンの名前です。はい、それでは先月クラブリオナンバーワンに輝きましょう、この方です、どうぞ。よっ、よいしょ、ある代表取締役でーす。いやね、やってますね、こうやってるね。ね、代表来週来るって。来週来る、そう、めっちゃ来るね、来週、来週いっぱい来るね、来週俺らにねえ、こうやってね、俺は台はこんなポーズ撮ってるのは見たことないんですけどね。これだけですね、滑ってますよ。待って待って、おかしい、どんどんどんですか。いや、待って待って、飲めねえし、うん、だいぶ溶けてきた。いやいやね、あの代表もバースデーだったんでね。よっ、はい、まあ、代表もバースデーおめでとうございますということで、1億円売ったって。1億円売ったの。1億円売った。やばいな。よっ、じゃあもうさすが、今月はもうね、毎日誰かおごってもらえるらしい。日替わりでおごってもらっていこうか、みんなね。だから代表も3度目のバースデーだったんだかね。そう、ね、じゃあこれはまあ次ゲストで来られた時にしようかね。来週、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 それどこまでがほんまかわからんけど、まあとりあえずね、全員入るから。だから代表ね、さすが取締役バースデーですけどね、頑張、おめでとうございます。はいはい、ということでね、はいはい、先月クラブリオね、はい、残念ながらね、このポンポンポンとこの間飛ばしてね、3人はナンバーファイブ入れなかったですね。ね、どうやって入れるかこの2人聞きましょう、後で、はい、ね、ね、サーターアンダギーでも食べながら、ね、聞きましょうということでね。だけどせっかくね、今日ね、ゲストとしてね、何人来たのかちょっと分かんない。
ね、俺の分からん、俺もなんで呼ばれた、なんかその、なんか俺もなんで誘うか分かんないけど、うん、口は勝手に千秋と坊ちゃんとやってる、なるほどなるほど、まあなんかね、呼ばれたんやろね、そうっすね、いや坊ちゃん久しぶり、声かけられました、久しぶりに出た、そうっすね、あの3回目っすね、今日で3回目わうん、この間あれだ、ふりかけ大丈夫そ, それ以来かねえ、その後、動物園のやつねえ、全然全然拾えるコメントがないなんで、なんでカズ来たのなんでカズ来たの、いやそりゃもうねえ、俺がおらんと、そりゃもうじゃあニコ生の顔だからね、おーいや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 、そんなまたもうおよしなさいねえ、ほんと早く飲んで、まあ、いや、そうね、もう下りが矛盾してるよねまあね、お、ジェットコースターのやつ、あ、そう、ほら、ぼっちゃん覚えられる、でもあれさ、あれ僕じゃないそうなんだ、ローマンよね、あーあこれ、まあまあまあ、ニアピン賞っすね、これ売ってくれた人ね、ぼっちゃんの中のぼっちゃんが止まらない、あ、そう、ぼっちゃん止まらない、誰か書いてる、大好きだ、パンダのやつ、あ、パンダ、あー、動物の下りね、いやね、あ、動物園のくだりやもんね、そう、オッケー、覚えて、いやけどすごいね、今日もう今で360とか、素晴らしいよ、今、もうちょっとで半分やから700いけんちゃう、うわねえ、四月なのか、七夕だからね、ねえ、いや、行きましょう、千秋ファンが多いっすね、千秋ファン多いね、あー、めっちゃいますね、ゆうこファンもおるよいや、ゆう、最近ゆうこ来てないもんね、そう、最近見ない、最近ゆうこちょっと出張中っすね、あ、出張あの、連絡来たんすよ、あ、来た、あ、近々顔出すねっていう、あー、LINE 来てましたね、それはちょっと楽しみやね、なんか最近ちょっとね、ゆうこ、俺、病んでんのかなと思って、ねえ、まあ、多分、僕が多分、体調不良で出れない時に多分、あー、なるほど、来てくれるぐらい、いや、それはちょっと楽しみにしたい、あいつメンヘラだからね、ねえ、え、ゆうこ知ってる二人は、ゆうこちゃん見たことあります、見たことある、ニコ生で、いや、俺あんな美人俺見たことない、初めて聞いたっす、本当に自分かと思いました、自分かと思いました俺もさっき思ったっすそう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 、ちなみに今日ぼっちゃん酔っ払ってますからね、まあ、結構酔っ払ってる、だからね、もうこんな堂々とど真ん中に座ってね、可愛い顔できるもんね、スバッチ自転車で転んでやって、自転車あれ補助輪つけてー、うん、補助輪いる、補助輪つけてー、まあ、補助輪いやけどなんかあれやんね、今のコーラは自転車は焦げれんらしいよ、もうなんかそんなん必要ないでしょみたいな、飲んでもらっていいですか、いい、うせやんでね、ちょ、これ僕ごとなんですけどね、今日ね、僕テンション上がってるんですよ、見てください、これワンピース新刊発売日やったんですよ、ねえ、82巻、そう、82巻、ね、これちょっとね、みんな知らんかったら教えてあげよう思って、はい、じゃあまだ読んでないです、内容全部教えて、ダメだよジャンプ、あのね、つばっちからすぐ言うからね、これ皆さん見てくださいね、いや、ね、はい、以上、これをね7000年、はい、だいぶ話しちゃった、小田さんにそうしたら、宣伝してくれてもらってありがとう、サインあげるわ、みたいな、ないか、ないと思います、ないかやねえけど、じゃあとりあえずちょっとナンバーファイブとフォーにちょっとなんかもうちょっと欲しいね、話が、どうやって撮ったの、ナンバーファイブスマッチはな、どうやって撮ったの、どうやって撮ったの、そう、あの、とりあえず今月ハンターハンター救済するから、ああ先月はとりあえず頑張ろうと思って頑張って結果です、イエイ、あー、なるほどなるほど、ハンターハンターね、書いてあるね、ほら救済だってよ、ねえ、え、千秋くんは俺ですか、どうやったの、ちょっと、いやまあ、ちょっと頑張ったら撮れたっすね、ちょっと頑張った、おー、じゃあ、そっか、言い方もクールだよね、うん、いや、もう出たよ、でもファン多いし、いや、少ないっす、うん、いや、でも今日千秋のかっこいいみたいなめちゃ着てたよ、じゃあ千秋、とりあえず飲んだほうがいいんじゃない、うん、飲んだほうがいい、坊ちゃんも飲んだほうがいい、飲みますか、あ、やっぱゲスト、違う、あ、じゃあ、グイ体にお酒をグッ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 、あー、それそれということでね、はいはい、その二人だけ、あ、知らない、初めて聞きました、知ってる人は知ってる、あ、知ってる人でしょ、知らない人は覚えてねみたいなね感じでね、はい、次行こう、はいね、あ、CM だ、あ、はい、まあね、あの、ナンバー発表ね、まあ今月はどうなのか、皆さんこうご期待と、あと協力お願いしますということでね、はい、それでは一旦 CM に移ります、どうぞ、ホストっていうのは日々の進化が大事だ、お前そろそろさ、寝たきりじゃねえか、特訓させてください、
特訓だ。どんな能力が身につくのだろうか。3年 A 戦組シャドウ先生。今日締め日か、リキトさん大丈夫かな。ラストオーダーのお時間です。ドンペリローゼ。ラストオーダーのお時間です。シャパタワイクぞ。リキトは注げ、リキトは注げ。俺楽しみにしてるから。今言うてね。はいはい。そしてね、いやなんかさっきつばっちが言っとったけど、え今日なんで来た？なんとなく呼んだとか言ってたけど、えてかえ千秋なんで来た？いや多分呼ばれた理由、昇格したからじゃないですか。えなんて？なんてなんで？昇格したからじゃないですか。おーおーおかっこいい。そんな昇格したさらってやつ、俺なんやねんそれ。昇格したからさ。なんか昇格したからですか。え昇格されたんすか。えじゃすいません。えじゃもしかして坊ちゃん。そうっすね。僕もはい。でも僕あれなんですよね。今日呼ばれた理由に関してはわからないです。わからない。わからないかい。いや昇格だろ。どう考えて。えじゃあなんでお前そこ座ってんの。えなんで俺ここ座ってるかって。いやそんな。昇格したからで決まっとるやないかーい。いやね、いやって言ったつばっちもなんで。はい、昇格いたしましたね。ねあれ、ゆうと昇格してねえわ。はい、ね、今回こちらね、ゲスト2人お呼びしましたのはなんと、さっきまでね、リーダーとか千秋くんとか呼んでたんですけど、はい、ここのお二人、そして僕、そしてつばっちも昇格いたしました。ね、え、何になられたんすか昇格。リーダーに。リーダー、おめでとうございます。ガイ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 。そうですよ、だから千秋くん、あ、僕もそうリーダーです。いただきます。ガイ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 。いや、もうね、千秋リーダー、千秋リーダーになりましたね。ねえカズリーダー、うわぁ、え、あ、トップリーダー。あー、素晴らしい。ねえ、リーダーさんにそのリーダーで良かったっすわ。良かった。ここで一人だけ役職なかったらチーズ。いやー、一人だけマジで、ね、俺のフォローが大変っすよ。そしてね、あれ、ゆうせい、はい、ゆうせいくんは何になったの。何か何になったの。そう、何か何になったの。リーダーから、感動したです。いやー、ゆうせいに感動した。おめでとう、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 おめでとう。いや素晴らしい。はいはい、おめでとう。そしてはい、こちらみんなの大好き、はい、可愛いつばっちね。はい、何から何になったんですか。官房座からリーダーになりました。落ちとるやないかい。合格しとるやないかい。ということでね、いや逆ね、逆逆ね、幹部にね、やりました。主任になりました。イエーイ。おめでとう、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 おめでとう。いやね、ついにね、ニコ生の中から幹部が出ましたね。よね、最初はね、幹部の人たち以外でやってみようかと。あ、俺首？首かな。なったんですけどね、なんと出ちゃいましたね。出ちゃったね。幹部が、はい、ニコ生のね、この今夜寝かせないとの最初のメンバーで出ました。本当にこれはそう、記念すべきね、日ですよね、今日はね。ありがとうございます、皆さんね。じゃあなんか、もうけど、まあコメントもなんもないから、嬉しいですぐらいね。ちょっとコメント拾っていこうか。全然今日俺コメント拾ってないわね。1ミリも。みんな先月頑張ってんな、おめでとう。翼だけ主任に昇格。そうやね、幹部になったのはそう、つばっちだけね。え、おめでとうございます。千秋、うん、わかんねえこれ、読めない。
でもサッカーさ、ちょいちょいさ、数がさ、なんかあれ、やっぱオンリーワンとかさ、私の中のさ、ナンバーワンオンリーワンだけどさ、お前スマップなの。バレた。このタイミングでメガネ外そうと、俺は心んでたよ。心んでたやつね、日本語。坊ちゃんどう？絶対あれでしょ、従業員に打てって言わせてるでしょ。すごいお金を払いましたよ、僕は。あ、だ今日、それで休んだ授業もあるかもしれないね。あ、今日日本語の前に休もうかな、みたいな。偉いね、貢献してくれる授業やるね。いやでもね、昇格ね。まあ今ちょうどね、今年始まって、ちょうど半年。ね。まただね。ね。だから要はもう、上半期突入ですよね、4月は。下半期ね。僕なんて言った？上半期、ガイ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 。すみません、お酒もったいない。はい、OK。はい、あ、はい、ありがとうございます。いやね、まあけど夏ですよ、もう。夏。夏といえばバーベキュー。おー、いいね、バーベキュー。バーベキュー。去年はね、まあ、ツバチとバーベキュー、美味しかった。あ、やったね。やったね。いや、今度はね、もっとみんなで行きたいよね。あ、ね、あ、千秋リーダー。うわ、千秋リーダーは、夏といえば何？千秋、夏好きそうだね。あ、海じゃないですか、やっぱ。あ、ちょ、セブ島でさ、俺、現地民からと思ったら千秋。いや、俺と千秋やらって、肌がね、黒いからね。いや、現地民っていうネタあったね。あったっすね。いや、でもなんか、いいよ、夏だって、もうね、そんなナンバー、しかもね、ナンバー4やしね、そのお金を何に使うのかなという、夏。何に使うんですかね。いや、もう、例えば、ね、メロンソーダ。メロンソーダ何本飲むの。全部メロンソーダ出てくれよ、メロンソーダ。おしっこで。まあ、海の家とかね、か僕らあんま行けないですけどね、忙しいからね。でもなんかどっかの機会あったらね、メロンソーダその店から全部重なって持って帰ってきてくれみたいなね。で、やっぱね、やっぱり夏といえば、夏といえばやっぱ花火でしょ。間違いないね。まだね、こう花火やってる人いないと思うんやけど、まあけどなんか冬にやってるようななんか青なやつがおるけどさ、まあこうちょっとこの5人でもいいからね、こうちょっと見てこう、あ、みんな今年も頑張るやみたいな、ちょっとやりたいね。大きい花火をあげたね。大きい花火をね、歌舞伎町でもあげたいなとね。だから花火とかみんな行ってるのかな、視聴者みんなはね。ちょっと質問に答えてもらったら嬉しい。じゃあ花火見に行くの誰が行く？ひでめ。あ、いい。この5人で。いや、これは5人なんですけど、ちょっとアンケートでしょ。アンケート行こうか。誰と花火行きたいか。いいね。え、今のうちアピールタイムよ。アンケート始まるわ。じゃあせっかくやし、なんか花火行ったら、僕と花火行ったらみたいな。あ、いいやん、潮火大根踊ってます。じゃあ、坊ちゃんは、はいはいはい、花火行ったら、まあちょっと男前なとこ見せたいなと思って。おーい、今見せちゃっていいっすか？いいよ、見せちゃおう。はい、男前の見せ。例えば、これを3秒で飲みます。お、ほんとに？はい、せーの、1、2、3、3、3。あ、ほんまや、すごい。めちゃめちゃこぼしてる。ぼっちゃん、こぼしすぎ。ずっと横垂れてました。ぼっちゃんとやっぱ花火行ったらね、3秒でメロンソーダ飲んでくれるからね。メロンソーダ引っ張りすぎだな。え、だから千秋は今のうちに、これアンケート始まってないから、俺も3秒で飲み干して。おー、いいね。行く。いや、2秒で行くわ、そこ。いや、ペッペッペッ。はい、それでは、せーの、1、2、お、早い。お、2秒。早い。来た、2秒ってことは、もうユートが1秒でいくよ。1秒。わー、1秒。いきますよ。はい、いくよ、せーの、1。おー、俺らはやめとこう。うん、誰だ。え、ここだよ。いや、俺らはやめとこう。ね、できましたかね、アンケート。出ました？じゃあ、結果します。お願いします。おー、おー、てて待て、これリアル出るんすか？肩パン3発。あ、これね、あ、ぼっちゃん1。これ怖い。待て、カズ9%、翼27.3%、チヤでしょ。これ待って、なんで、これ待て、あの、待って、ゆうと、ゆうと、ゆうと待って、俺も帰る。待て、いや、
9% も 0% もそない変わらんから。でも、もう言っちゃったんだ。いや、そんな慰さにいらない。いや、やっぱ、ね、あの一番初めに男見せますって言った人が一番だね。あ、そうそうそう、そうね。うん、いや。いや、でも、俺の 0% はないやろ。いや、言うとドンマ入ってきてるやん。ねえ。竹虎行こう。どんな名刺でさ、こっち見ないよお前。じゃあこれね、あの事情、諸事情があった諸事情があったんですよ。いやでもね、誰1位誰やった？え、坊ちゃん。え、坊ちゃん1位僕ですよ。何そこ見てないの？いや俺はもう、ゆうとのゼロパーしか見ない。俺もそこしか見ない。じゃあ、つばっちとちあげて同率が同じ同率です。あ、じゃあ坊ちゃんよかったやん。ありがとうございます。いや、本当に、はい、いや本当、羨ましい。いやもうニコ生のスタッフのおかげっすよ。いやいやもうそれはもうニコ生のスタッフのおかげってねえ。もうじゃあこのなんか花火来た時には買ったお酒のように飲んだよ。ちなみに坊ちゃんとあの祭り行ったら塩ビタドリンク送ってもらえるから。おー行きま…ねえ来たよね、みんな塩ビタドリンク全然買ってあげる。ねえ、ゆうこ、ゆうこいきなり来たね。うん、ゆうこに押したよって。あ、ゆうこだからダメ、ゆうとだったらダメ。ああゆうこだから。なるほどね。そうだ、ゆうこちゃんかわいい。はい、だゆうこやったら多分 100% でした。多分俺は100-0っすね。100-0。今日はちょっとゆうとやったから、まあしゃあない。うん、そうだね。でもなんかあの祭り、ね、花火とかってたぶんずーっと待ってますよ。どのタイミングで行こうかなと思ってずーっと待ってたっす今。ほんとに、はい、行っちゃいね。行っちゃい。じゃあ次こそ3秒で。次こそ3秒で。 おめでとう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 。3秒だった。俺の中では3秒だったもん。ありがとうございます。俺の中では3秒だったね。じゃあまあ坊ちゃんとね一緒にあの花火行きたいっていう人はね、まあお店に来てアピールしてくださいということでね。なんかね、俺と言うとなんかね、じゃあイケメンで、イケメンイケメンで、ね、こう行こうぜ俺らの。ちょっと2人で行きますか。行こうもん。逆にね、2人で行こうもん。寂しい。ああなるほどね。そうそう、夏の誕生日あるからね。なるほどね。あんま大きい子じゃないけどね。はい、なんで今月じゃないもん。来月。そう、そしてね、つばっちからしたら来月、来月なんですか。まあ確定じゃないですけどね。9月ね。9月はい、バースデーイベント待ってるらしいんでね。ねえ、夏もつばつと一緒に折れて、なおかつバースデーも一緒に入れるみたいなね、激アツの今期間中なんでね。はい、今見てくださってる方、ぜひね足を運んでくださいということでね。はい、あと13秒ぐらいになったんですけどね。お、じゃあなんか最後一言ずつコンパクトに、はい、来週いっぱい来るよ。ちなみにお、もうねえよ。早く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 。はい、それでは来週もマシで行きましょう。来週も寝かさないと。じゃあ僕がいる感覚に投げかけるすべもなく溜まり込んだことにすがる何回目の錯覚だ。笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこと折れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で僕らは無力で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。